やってみたいと思います。さあ本日はですね、東京の六本木にある人気クラブ V2 のですね、ちょっと事務所にお邪魔してまして、はいはい、そちらの超人気クラブにですね、僕の友達がいたんですよね。 DJ のヤシャさんです。はい、はじめまして、DJ のヤシャです。よろしくお願いします。今日突然お伺いして、一個お願いがあってきたんですけど、はいはいはい、僕 DJ の YouTube やってて、うんうん、その YouTube の中で結構ハウトゥーものが結構需要があるんですよ。なるほど。やっぱ DJ やりたいとか、うん、DJ やってるけどさらに上手くなりたいけど情報を知りたいっていう人が多いから、はいはいはい、ちょっと DJ のスクールっていう動画を前に上げたんだけども、はいはい、それをもう一回やってほしいっていう話があったんで、うんうんうん、DJ スクールのことをいろいろ調べてたら、うん、V2 がどうやら DJ スクールもやってるらしいっていう。そうそうそう、実はもう1年半ぐらい前から始めてて、うん、そうなんだ。なるほど、うん、結構あれですか、お客さんはいろんな人来ますか？そうだね、ほんといろんな人で、なんか僕らが若い頃だとなんかガチでプロの DJ になりたいみたいなイメージだった。今はやっぱその趣味の延長上みたいな感じで、もうしかも女性のお客さん生徒さんが多くて、だから全然なんかガチっていうか気楽な雰囲気で楽しめる感じで、うん、やれてるんで、フィットネスクラブに行くぐらい。あ、もうほんとそのノリ、ジムやって、DJ スクール行きますみたいな。一応なんか売りというか、いっぱいあるじゃないですか、うん、DJ スクールって V2 のやってる DJ スクールってやっぱり教えてる講師もプロの人ですよね。うん、もちろんプロだし、うちのレジデント DJ が全員講師なんで、だからそのリアルに僕ら毎日365日営業させてもらってるんで、そのリアルタイムのヒット曲とか、じゃあ2020年はこういうんだった、2019年はこういうのだったっていうのは、やっぱ現場の声で生徒さんにその生の声を教えられるから、そこは強みかなと思ってて。なるほど、うん、まあ技術的なものもそうだけど、うん、現場で受けない技術もありますかね。そう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 、なかなかこれ別にあんま使えないよねみたいなのも多分あったりするから。なるほどなるほど。そこはやっぱそのもう現場ライクな感じで、余計なところは教えずにみたいな、うん、そう本当に必要なところを効率よく学べると、うん、本当にそういう感じでやらせてもらって。いいっすね、うん、でまあそのやってるっていうのを聞いたんで、うん、ちょっとハウトゥーの動画を撮りたくて、はい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 、そのスクールとコラボでちょっとやらさせてもらえないかな、うん、もちろんでございます。今日はちょっと基本的な部分で見てお客さんが分かる、そして技術が向上する内容をちょっと 2,3 教えてほしいので、はい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 、お願いしてもいいですか？うん、もちろん全然。ありがとうございます、うん、じゃあそんな感じで、じゃあ早速スタジオの方に移動したいと思います、はいはい、うん、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。さあ早速スタジオに来たんですけども、はい、で今日は何を教えてもらえるんですか？簡単なミックスとエフェクト術をちょっと教えさせてもらおうかなと。なるほどなるほど。ミックスっていうと、まあ、例えば横のカットインがあったりとか、カットインだったり縦フェーダーでつないだり、まあちょっと EQ を使って綺麗にミックスしたりとか。なるほど。でエフェクトだとこのなんかエコーとか、そういうのがあって、うん、何が何なんだろうって思ってる人が多いと思うんだけど、まあ俺らは全部の機能っていうよりか、まあこれはもう本当に現場で即使いますみたいなものをちょっと教えさせてもらおうかなと。ありがとうございます。そういうのちょっと待ってました。はい、よかった。じゃあちょっと教えてもらっていいですか？あ、じゃあ、講師紹介させてもらっていいですか？え教えてくれるんじゃないですか？いや、もううちの若手のもう期待のホープがいるんで、まあちょっと偉いっすからね。いやいや、そうじゃないけど。じゃあちょっと、せっかくなんで紹介してください。ありがとうございます、はい、じゃあ葵くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。DJ の葵さん。葵です。なんかけど、あれっすね、イケメンなんで、若くて、入ったばっかの人とかじゃないですか。もうでも、うちに3年いて、結構本当に週末も、いい時間。あ、そうなんですね。メインタイム回してる。あ、じゃあ、ちゃんと、うん、もう。そこはもう本当にしっかりしてるんで大丈夫。なるほど、なるほど。あれ、後ろにもポスター貼られて。そう、実は。これ、ウルトラのポスターってことで、そうそうそう、歌ってたことあるんですか？歌ってます。はい、おー。2019年。うわ、髪の毛短いけど。ね、親切にちょっと基本的なところを教えてくれるみたいなんで、楽しみにしてください。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあじゃあ早速なんですけれども、ちょっといろいろ教えてほしいと思うんですけども、はい、今回はじゃあつなぎ方からお願いします。はい、ではまずカットインから実際にやってみたいと思います。なるほどなるほどなるほど。これが簡単なカットインの技です。おー、はい、かっこいいかっこいい。これはどういう時に使うんですか、主に？なんか今同じ BPM で合わせたん
だけど、なんかヒップホップとかエレクトロハウスとかって結構 BPM 違ったり、128と75とかだったりっていうのでやって、まあなんか、機能が進化してるんで、つなぐのはできるんだけど、やっぱあまりに無理やりすぎて曲が壊れちゃったりする時とかがあるので、で、128のエレクトロハウスから75とかのトラップっぽいヒップホップにつなぐ時とかにやっぱこう擦りながらカットインするっていうのが、やっぱ違和感なくできるから、こういう時はどうしてもつなぐミックスじゃなくてカットインっていう技術が必要になるかな。なるほど、なるほど。うん、じゃあ BPM を極端に変えたりとか、そう雰囲気を変えるときに展開していったりする、まあよく使う技と、うん、そうじゃあ続いて次のつなぎを教えてほしいんでお願いします、はい、次は、ロングミックスをやってみたいと思います。はい、お願いします。まあ大体こんな感じで、ロングミックスってなんかビッグルーム EDM とかっていうか、どっちかというとハウスとかテクノとかでやっぱイントロアウトロが長くて、ああいうジャンルとかって永遠にこうロングミックスしてこうグルーヴ感をずっとキープするみたいな感じがあると思うんだけど、だからそのためになんか結構 EQ とかを駆使しながらずっと長くやって、曲の切れ目がわからない、いつの間にか A の曲から B の曲になってるみたいな時にロングミックス、 EDM とかだといわゆるブレイクとかでドゥーンみたいな感じ、きっかけがあるからフェーダーを落とすタイミングは掴みやすいと思うんだけど、テクノとかハウスだとこう展開が少ない分フェーダーを落とすタイミングがなかなか見当たらないから、そうするとどうするかっていうと、ロングミックスでこうずっと永遠に、今ちょっとあの撮影の関係上長くやってもしょうがないんで30秒ぐらいだけど、もう永遠1分とか1分半とか2分とかかけて曲を変えるみたいなのが基本的なロングミックスのやり方かなと。なるほど、うん、まあハウスとか四つ打ち系ですね。そういう世界ではやってるかなと、うん、ありがとうございます。今すごい気持ちよかったね。ありがとうございます。次、早速また行きましょう。はい。次はショートミックスを。はい、ショートミックス。行きます。なんかショートミックスとかって結構今一小節でポーンって繋いだんだけど、あのイントロでよくまあリズム帯だけのイントロの曲もあれば、ベースとかメロディーコードとかが乗ってくるあのイントロの部分もあるんで、そうするとやっぱかかってくる曲とどうしてもフェーダー上げてくと、こう音がキーが親和性があるところだと居心地いい感じなんだけど、やっぱ不協和音が出るようなキーの時とかもあるし、ただ選曲上そのキーを考える時もあるし考えない時もあるんで、そういう時とかにギリギリまでメロディーがぶつからないようにフェーダーはうまくコントロールしつつ、最後で一小節とかでバーンって変えると、あんまりメロディーもぶつからずっていう時にショートミックスは役立つかなと。なるほど、うん、だカットインに近いけど、カットインみたいに BPM も変わってないし、そうこれは BPM 一緒の時とかにやるっていうか、カットインは BPM も変える、展開も変えるっていう時とかに使う感じかな。めっちゃ勉強になります。じゃあ次行きましょう。はい、次はリリックつなぎをやってみたいと思います。なるほど。まあなんかリリックつながりってよくヒップホップの DJ の人とかよく、まあ外人だとその英語の歌詞とかでリリックってまあ歌詞って意味なんだけど、リリックでつなぐと思うんだけど、こういう四つ打ちとかだと、まあ今ジャンル感も合ってると思うんだけど、 Eat, Sleep, Rave, Repeat っていうリリック歌詞を一緒で、でもジャンル感が結構激しくなったり、これも展開とかに使えるからって、同じ Eat, Sleep, Rave, Repeat だったらだらみたいな感じでこう激しくするときに展開もしやすいし、まあ、お客さんもなんかちょっといつもつなぐよりこうリリックとかでなると、ウォーみたいになるタイミングもあるから、なんかこれこそ結構現場ライクな技かなっていう気は。歌詞でつないでいくみたいな感じですよね。そう、うわー、結構よく DJ はやりますよね。うん、リリックつなぎはね。なるほど、これはちょっと皆さん覚えて損ないと思うんでやってみてください。じゃあ次は抜けを使ったつなぎをやってみたいと思います。お願いします、はい。
まあこれも本当になんか現場ライクな技というか感じで、やっぱクラブで DJ やってる人とかって今の結構四つ打ち EDM もそうなんだけど、ブレイクが長い曲でやっぱこうわーみたいなハンズアップして感動系の曲とかももちろんあるんだけど、なかなかそれがハマらない時って、いわゆるお客さんってやっぱビートで踊るから、ビートが抜けるタイミング、ブレイクのタイミングどうしても足が止まるから、なんか俺らも含めてなんだけど、この DJ あるあるじゃないけど、やっぱ足が止まるのがちょっとあんまり嫌っていう、まあもともとそういう曲の展開があるから、ちゃんと休んで踊って休んで踊ってなんだけど、やっぱその抜けの部分をちょっと短くしたり、抜けの部分でうまくつないで展開していくっていうことで、なんかこう、あ、いつの間にか曲が変わってたとか、足の止まる時間もちょっと短くできるとかっていう、なんかもうほんと現場ライクな感じから、なんかその曲をしっかり聴かせるっていうところに行くと、なんか良し悪しはちょっと難しいと思うんだけど、今のはじゃあ1曲目のあの抜けで気づかない間に2曲目の抜けに変わっていたっていうですね。そう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 。で、抜けで1曲目の抜けから来ると思ってたら、2曲目の抜けのボーカルとか入ってきて、そうそうそう、そこで1回盛り上がって、また次のそうドロップのとこに展開していくみたいな。それもなんか意外に、あれいつ変わったんだろうみたいな、なんかちょっとこうワクワク感みたいなのもちょっと作れるし。これは面白いですね。ということで、結構いろいろ使えるつなぎいっぱい教えてもらったんですけども、はい、つなぎ方は以上ということで。はい。いやー、結構なんか後半特に面白いのがいっぱいあったなと思ってて。なんかほんとザ・現場ライクな感じかなっていうところで。で、まあ引き続き次のじゃあちょっとテーマいきたいんですけども、はい、次はエフェクトの使い方を教えてくれるということで、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。じゃあ引き続きやっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。